本日はですね、レトロ X のコーディネートを見ていきたいなというふうに思います。よくあの雑誌とかで街中スナップ雑誌みたいなのあるじゃないですか。そのお父さんはこんな感じで着こなしてる、若者はこんな感じで着こなしてる、あれの動画版作ったらおもろいんちゃいますということでね、僕の視聴者さんでレトロ X 持ってはる方にレトロ X の着こなしてどないしてはりますと。それこそ今回いただいたのがお子さんとあの親子でペアルックしてはる方とか、それ以外にあったら彼女さんと一緒に着てはる方とかね、もちろん単身で着てもらってる方とか、男性で帽子かぶった時こんな感じだなって、おしゃれなやつまた送ってもらったんですよ。ありがとうございますということでね、一人一人見ていこうと思うんですけども、それぞれ皆さんコーデのポイントとかもね教えていただいてるんですよ。こう丁寧にありがとうございます。こういう時はこういう色味でちょっとこうしてるんです、あ、なるほど、勉強させていただきますということでね、本当にそういうのを読んでいきたいなと思いますので、本日の流れとですね、ちょっと僕今の中で何人か分からんけど、ここにね何人って出るでしょ、何人分のスナップをこう見てもらって、それぞれ皆さんこだわりとかコーデのポイントありますので、それをね僕が読んでいきますので一緒に見ていこうじゃないかという企画になっております。だから僕もね一応ねレトロ X は着ておりますが、そんなね大したコーデではないので参考にさせて、もうちゃんちゃんこみたいになってますね。僕今今日ちゃんちゃんこなってるやないかいということなんですけども、あの勉強させていただきたいなと思いますので、まずは一人目の方がいきます。ズドン。まずはこちらの親子、レトロ X をいい感じで着てますよね。女の子のやっぱ娘さんとお子さんとお父さんっていうのがね、結構こう今回何組かいただきました。だから男男っていうパターンはあんまなかったんけど、やっぱ女性っていうか娘さんとね着ると可愛いですよね。でまあ女性の方っていうか娘さんはね、こう女性用の多分こうキッズ用っていうんかな、着てはる感じになってて、お父さんの方はねメンズのやつになってるので、若干紐の色とか違うんやけども、このペアルック感があってね、おしゃれにスタバで飲んでるんですよね。僕が子供の頃なんかこんなレトレックス着てスタバ飲んでるやつおらんかったよ、あの周りでね。もう今となんでこんなシャレた子供もねいてるんやなということで、本当ありがとうございます。まあこちらの方はねパーカーにキャップをかぶってるというちょっとストリートスタイルっていうんだな、まあ、そんな感じのスタイルで送っていただきました。本当にありがとうございます。そして次がですね23歳の男性です。こちらの男性はですね、あのご自宅からね送ってもらったんかもしれないんですけども、コーデのポイントを聞きました。このね着用されてるので今年の新色なんですね。今年の新色のそのグリーンに合わせてパンツもねグリーンで合わせてますということで、そういった上と下のねバランスをあの組み合わせてるんやなっていうところと、あとまあちょこんと乗せる帽子が可愛らしいですよね。あ、可愛らしい、おしゃれな感じやなっていうことで、あの参考にならせていただきます。色のバランスを合わせるのか、ほな紫に何を合わせるのかな、わからんか。でもこの後もね紫の方もいらっしゃるんですよ。だからそれもまた参考にさせていただきましょうということで、今回ありがとうございました。じゃあ次の方行きたいなと思います。こちらも親子なんですよね。あの顔はねちょっともちろんお出しできなかったのであれなんですけども、娘さんがねあの中学1年生っていうことなんで思春期じゃないですか。その顔を出したらあかん、そんなもん。世の中に顔を出してのはおじさんだけ。おじさんはね顔を出しても僕みたいに出したってなんてことないけども、そんな年頃の女の子は絶対顔を出していけないですよね。だから今回はねスタンプで登場ということなんですけども、このお父さんね44歳の方でね、僕コーデのポイントじゃなくてどっちかって言ったら、なんで親子がこんな仲いいんですかっていう親子の仲のいい秘訣を聞いたんですね。コーデのポイントではなくて、で親子の秘訣、仲いい秘訣なんでなんですかって聞いたら、まあ、娘とはいろんな話をよくして、ほんで一緒に出かけるようにしてますと。だからこれから11だからね、もしかしたら嫌われるかもしれないんですけども、あのそういったあのコミュニケーションをねよく取ってますということで、本当に参考になります。まあ娘おらんねんけどもね、まあ、これからもしできたとした時には、あ、よくお話をさせていただいて、あのドライブとかでね、あの駅まで送って言われたら、はい行かせてください言うてね、あの駅まで送ったりとかして、一緒にいろんなとこ行くのが大事ないなということで、本当に参考にさせていただきます。レトロ X もそうなんですけど、その親子関係もね非常に参考になったということで、ありがとうございますということで、次に行きたいなと思います。次はこちらの方、ズドンということで、もうもろに顔出ししてくれてね、あの2枚目の表情が非常にいい顔してますね。黄色のレトロ X を着てはるんですけども、にやりとした顔でねこちらを向いていただいてます。実は3枚ともね、帽子が違いますので、基本的にはねキャップをかぶるスタイルで、キャップとか帽子をかぶるスタイルで合わせてますということで、ポイントはあの必ずレトロ X を着るときには帽子はかぶってますってことも書いてくれてるし、あとそれがにあって色使い、例えば僕のレトロ X はイエローなので、パンツやトップスでグレーとかブルーとかレッドとか、そのイエローと青色、もう一回言いますね、グレー、ブルー、レッドっていうイエローと青色をねあえて合わせてますということで、おしゃれですねいうことでね、特におしゃれポイントっていうのはこちら彼女さんになってるのかな、ちょっとわからないんですけど、3枚目のね電車でこっち向いてる表情ですよね。非常に素晴らしい表情をしてこちらを向いてるということで、これはカメラを向けられて普通の人この表情できませんよ。ようこの表情したなって、普通に電車乗ってて、はいチーズって言うと、この表情はなかなかできへんけど、できるってことは、まあ、もしかしたら YouTuber されてるんかもしれないですし、 YouTuber じゃなかったらねぜひ早く YouTube やってほしいななんて思ったりしてるということで、ありがとうございました。そして次がいよいよ同じ紫きますよ。
せーのズドンということで、同じ紫でもこうも違うかと。こっちわしちゃんちゃんこでやらせてもらってるのにもかかわらず、この方しっかりストリートに着こなしてはるやないかと。でまあ、あの年齢がね、実は23歳ということで若いんですよ。若いけどもしっかり自分のポイントをね抑えてはるということで、どういうあのコーデのポイントですかって聞いたら、ちょっとやっぱレトロ X 自体がこの紫ということで派手なので、まあ、他のアイテムはねシンプルな感じで揃えました。例えばパンツを黒にしたりとか、インナーをねフーディーをまあグレーにすることによってこう色味のバランスを揃えたということで、あ、なるほどなということですね。大変勉強になります。これから僕もねバンズのスニーカーも持ってるし、黒のパンツもあるし、グレーのパーカーもあるし、ニット帽もあるからね、かぶりやとか。僕ニット帽かぶるとねちょっとあの入院感が出ちゃうのでね、あんまりかぶらないんですけども、こんなおしゃれに決まったらそりゃええけどもね、あのそんなことで参考になりました、ありがとうございますということになっております。では次いきますね。次は女性です。ゾーンレディースの M サイズスタイルということで、こちら2020年モデルの形らしいんですけども、メンズもね今今年こういう感じが出てるから、まあ別に何年ものってあんま関係はないんですけどもね、まあ、こんな感じで、そのどういうワンシーンっていう、この前に進み出した瞬間を切り取るという斬新な写真。だいたいこういう普通ね観光の写真で止まってピース笑顔でニコが普通相場なんですけども、どうやったらこの走ってるというか歩いてるワンシーンを切り取れるのということなんですけどもね。でしかもそれをあえてチョイスしていただいてありがとうございますということなんですが、まあコーデのポイントとしては大人カジュアルをやってますと。で上着に対してスニーカーは同色を合わせて、確かにスニーカーとね、上のフリースがね同色になってるんですけど、その間のパンツはちょっと太めにゆったりすることによって、女性やねんけどもこうカジュアルさのあるこう可愛らしいコーディネートで仕上げてはるということですね。あ、この時の方書いてくれてますね。今年の1月でとても暖かい日で、都内の神社にお参りに行ったんですね。中はロンティ1枚でしたが、さすが暴風、歩き回って暑いぐらいでしたということが書いてあって、その歩いてる様子なんかな、このワンシーンは。本当にありがとうございます。で次はまた女性の方です。ズドン、この方ね画像いただいてね、僕返信したと思ってずっと返信しなかったからね、返信遅れてますけど、あのさせていただきましたのでありがとうございましたということで、レトロ X にこのボーダーっていうのはやっぱ女子やったら合わせれるんだけど、男子がなかなかちょっとそれ難しいんですよね。だから女性らしいこう着こなし、特にイエローとかで、でボーダーっていうのはアイテム自体もね女性らしいし、組み合わせ自体もね女性らしい合わせになってるんじゃないかなと思います。あの本当にちょっと返事をね遅れて申し訳ございませんでした。あのこれはまあ僕の個人的な話なんですけど、あのありがとうございますということで、次に行きたいなと思います。次はねご家族です。どっちかって言ったらレトロ X に目がいかへん、もう家族に目がいっちゃうってことなんですけど、ズドン、こんな幸せな絵あります？風船持ってて、赤ちゃん抱いてて、奥さんと公園にいてる、もうこれ以上のものないんですよね。全部を揃った手に入れた男というのがこの人なんですよ。で一応ね聞いたところによると、174センチの70キロで着用は S サイズで着用してるんですけど、やっぱ海外モデルやからね、あのワンサイズちょっと低めがいいと思うんですけど、そんなことで、ロケーションとしては1歳の子供とこう散歩してるというようなイメージで、まあ、シンプルにジーパンはあのディーゼルを合わせてるということでね。なんかワンちゃんもいてましたね、よく見たら。ワンちゃんいてて、赤ちゃんいてて、風船あって、嫁さんと散歩、最高やないかいということで、もうこれ揃っとるやないかいということでね、もうこれ以上言うとあの幸せ自慢になっちゃいますので、これはもう一旦終わりにしたいなと思います。ありがとうございました。では次に行きたいなと思います。次はですね、カップルでいただいたんかな、まず見てもらいましょう。ズドンということで、レトロ X をお二人とも彼女さんも彼氏さんもおそらく着てもらってて、さらに着てもらってて、僕のもんじゃなくて、彼女さんも彼氏さんも両方着てはって、さらにアークのね、マンティスか、マカですね、これマカ2というカバンを持ってはるということで、コーデのポイントはね、こう全身写真もご用意していただきました。ズドンということで、コーデュロイのパンツなんですね。だからコーデュロイのパンツだから、秋とかちょっとまあ冬とか、そういったこうシーズン感が出るようなイメージをしてますというふうにおっしゃっていただいてて、どうしてもこうレトロ X がね白っぽい色味なんで、ちょっと膨張色でね横に広がっちゃうっていうのも考慮した上で、あえてパンツとかを細めにすっきりして、この強弱というかね、太い細いっていうのをね合わせてますということで、それをバランスを意識しましたということで、めちゃくちゃ考えられてますねということで、ありがとうございました。彼女さんもね、あの出ていただいてありがとうございますということです。ではね次の方に行きたいなと思います。次の方はねこちらズドン、27歳の方でね、171センチ66キロで、水泳やってたんでね、ちょっと肩広いかもしんないということでね、あのいただいたんですけども、全然そんなあの言われたら、あ、そうなのかなぐらいな感じだけど、全然なんか肩パツパツですねっていうのもないのでね、あの問題ないかなと思うんですが、サイズは S サイズで着用されているようです。だいたい170センチ前後の方って言ったら S サイズなんかな、175以上ってなったら M ぐらいになるかな、相場で言うと。でパンツがね、ジョンブルのアウトラストのワイドパンツ、あ、僕が前履いてたやつですね、それを、今も、まあ、もちろん履いたりはしてるんですけど、それをね履いてますということで、やっぱアウトラストはね、まあ、年中履けるんですよ。でもう勝手にね体温を調節してくれるということで、アウトラストの話でどないするので、レトロ X の話せんかいということなんですけども、まあ、本当にシンプルな感じでね、スニーカー
にアウトラストのパンツでレトロ X っていうイメージなんですけど、これもおそらくですよ、ここには書いてなかったんやけども、上のレトロ X の色味とスニーカーの色味をね合わせて貼るんちゃうかななんて思ったりはするんですけど、まあ偶然の産物やったとしてもね合わせたっていうことにしときましょう。はい、ということで、もしかしたら合わせたらすいませんね。はい、ということでありがとうございました。では次に行きたいなと思います。次がですね、ご夫婦での、登場ということで、20代後半の方なんですけども、おしゃれな映像ですぞんということでね、旦那さんの方が、M サイズを着用してて、背はね168センチなんですけども、あえてねオーバーサイズ気味で着用されてるということと、あと奥さんの方は、こちらメンズの XS を着てはるらしいんですね。だから、身長は158なんですけども、この身長ぐらいだったら確かにレディースでも着れるし、メンズも着れちゃうし、ともすればキッズも着れんちゃうかな。なんかねこの辺やったら160以下ぐらい、155ぐらいやったらね多分全部着れると思うんですけど、まあ、そういった感じで着てはりますと。そして、まあ、お好きなジャンルっていうのがアウトドア系の、コーディネートがお好きということで、今回のポイントに関してはですね、お二人キャンプコーデということでキャンプされてるんですね。こんなおしゃれな感じでキャンプすんのと、旦那さん見たら確かにオーバーオールみたいなね着てはって、これでレトロ X 着てキャンプしてたらそら映えますわと。いつかこんなおしゃれな夫婦になってみたいねなと思うんやけども、その前にこっちが優先しちゃうんですよね。僕らの場合はね、僕ら夫婦の場合はどっちかというとべしゃりの方に行っちゃうので、おしゃれなことをする前に喋っちゃうということでね、ダメなんですけども、こうやって綺麗な感じでね撮れたらいいなと思いますが、奥さんの方もこうちょっとスカートもねゆったりした感じで、生地感的にもなんか風合いのあるねコットンなんかな、まあ、そんな感じの風合いやと思うので、いかにもこう自然なアウトドアなイメージとマッチしてると思うんですけども、夜間も持ってねキャンプしてるよっていうアピールをね右手でしていただいてるんですけども、ちなみにこの夜間の方はですね、あまり燃えてないということで新品で買ったんかな。本来やったらね炭がついたりして汚れてるはずなんですけど、これもしかしたら新品なのかもしれない、撮影用に持ったのかもしれないけど、まあそんなことがありましたということでね、ありがとうございます。ではね次の方に行きたいなと思います。次の方はこれカップルかな、26歳で身長179センチ、背が大きいですね。で、着用サイズは M サイズということで、彼女さん奥さんちょっとわからないんですけど、その女性の方はね162センチの、S サイズを着用されているようです。こだわりのポイントとしては若干のオーバーサイズ、ダボダボにはならんけど若干オーバーに来てるよということで、あ、これちなみに嫁もうちの嫁もこれ着てますね、奥さんと同じやつで若干オーバーサイズなんですけど、こう中もね、パタゴニアで合わせてパタゴニアパタゴニアということで、ブランドでね統一感を出してはるということだと思います。このススキのおしゃれな感じ、この場所どこにあったんだ、また教えてくださいよということでね、僕もちょっとサムネとかこういうところ撮らなあかんないけども、それ街中で撮ってるからね、参考させてくださいというのと、あと彼女さんですよね、可愛らしいこんな葉っぱを持ってね、ナイキのスニーカー履いて可愛らしい彼女さんでね、さぞこの一日は楽しかったよなというのが写真から伝わってくるんですけども、非常にいい写真をね提供していただいてありがとうございました。ではね次の方に行きたいなと思います。次は38歳の方で173センチ、その着用の様子がズドン、もうモデルやないかいと、もう普通にその辺のショップの店員さんやないかいっていう感じなんですけども、こだわりのポイントとしてはね、レトロ X 自体が赤色のレトロ X なので、やっぱ他のアイテムっていうのはちょっと落ち着いたものをチョイスするようにしてて、それこそよくキャンキャンプに行くので、動きやすくて温かいというちゃんと機能面を考えてねチョイスされてますということと、あとサイズ感はちょっとゆったりとした感じでね着てるということなんで、もしかしたらサイズは M とかぐらいなんかな、 M サイズぐらいかな。しかもこのジャケットって古着のやつかな、今の現行のやつじゃないと思うので、ね、そんなもこだわって多分チョイスされてるんかなと思います。ちなみにキャップは、ノースフェイスのゴアテックス、インナーもノースフェイスで、パンツがグラミチのフリースで、スニーカーはアディダスのスーパースターということで、本当に撮っていただいてありがとうございます。もしかしたら住宅街ということで、後ろを見るとおそらく住宅街になっているので、奥さんか誰かにねちょっとお前写真撮ってよということで、ここで撮んの、いいからいいからもうさっと撮ってって言って撮っていただいたのかもしれないんですが、本当にご協力ありがとうございました。やっぱ赤にグレーっていうねこの上級者の合わせ、なかなか赤のアウター着る人って色味のバランス考えられないの無理じゃないですか。だからもう僕も赤のアウターってあんまないんですけどもね、参考にさせていただきたいなと思います。グレーとね合わせた相性いいんやっていうのを知りました。では次の方行きたいなと思いますが、次の方32歳、あ、同い年ですね、おそらく。ほんで見たら同い年って書いてました。同い年ですね、平成元年グループということで、世代的にはねあんまり盛り上がってない世代です。ちょっと前とかやったら一個上にねマー君とか、もういろいろ坂本とかね、で芸能人でもねすごい人が結構いっぱいおるんやけども、そのちょうどね谷の部分というかね、こう沈んでる部分やからね、また後輩は後輩でいっぱいおるんやけども、ちょうど僕らの世代って平成元年ってね、あんまりこれっていう人はいてなかったりするんですけど、その年代で今回のポイントとしては3色にまとめました。レトロ X が白系で、あとはね黒とブルー、
ということで、この、まあ、3色でまとめたっていうことなんで、黒、白、青ということでね、まあ、大体服って、まあ、3色でまとめるのがベースって言うじゃないですか。だから、まあ、その基本をね、忠実にされてるということなので、もうまとまった仕上がりになってますよね、見るからにね。で、スニーカーもね、クラシックな、リーボックのポンプヒューリーっていう、ちょっとボリューム感のあるタイプで、パンツの細いのとメリハリをつけてるんですよね。で、レトロ X の着用サイズ自体はね、XL を着用してるということなんですが、172センチでね、XL ちょっと大きいんかなとは思うけど、これ写真見る限り全然大きい感じもないというかね、ガタイがちょっとあるので XL にしましたってことなんですが、まあ自分の体型にね、よく合わせて貼るというか、よくご存知というかね、まあそれは自分の体型が分かってんねんけども、まあそういうのを考慮した上でね、購入されてるということでありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドンということで、キャップのパターンって今回初なんかな。ああ、あったか。キャップ前かぶって貼る方はやったけど、後ろにかぶる方って初のか。結構ね、リラックスした感じのスタイルかなと思いますが、この方は、23歳の方で、まあ、好きなジャンルっていうのがアメカジ系。あ、なるほどなと。確かにアメカジっぽい感じですね、後ろにかぶったらね。で、ここ撮影場所が、まあ、自宅やったから靴履いてないんですけど、本来この下に履く靴っていうのはダナーフィールドのブーツを履くということで、これはブラックを履くということなんで、こうスウェットでね、ちょっと部屋着感あるんかなと思いながらもブーツを履くことによって、ちょっとまあアメカジ、もうザアメカジっていう感じに出てくると思うんですけど、まあ、そういうところのバランスをね、取ってはるんやと思います。コーデのこだわりとしては全体のバランス感を意識してて、やっぱ柔らかい色味のフリースじゃないですか。ちょっと白っぽいっていうかね。だからどうしてもこう可愛らしいっていうイメージが出ちゃうんで、あえてキャップとかはこう武骨な男感、男臭い感じのね、キャップを後ろにかぶっていって、でさらに、まあ、パンツもね、チャンピオンのスウェットを履くことで、こうガシガシした感じのね、男臭い感じにあえて寄せていってると。ほんでもって最後は靴はね、ダナーのブーツってことなんで、まあ、ちょっとアメカジもそうだけど、ミリタリー感も若干あるんかな。なんかそういうね、ザ男みたいな感じの、まあ、スタイルをね、ご提供していただいたということで、ありがとうございました。でも逆に帽子を前にかぶったらもっとミリタリー感出るんかな。はい、ということでね、ありがとうございました。ではね、次の方、ズドンということで、こちらの方がね、身長は高いんです。179センチ、77キロということで、サイズ L サイズを着用されているということなんですけども、まあ、コーデのこうポイントとしてはね、オーバーサイズがまあ最近って流行ってるじゃないですか。だけど、まあ自分的には、まあオーバーすぎるのはどうなんかなということで、年齢39歳ということで、ね、若く見えるんですけどね、年齢39歳から、まあオーバーすぎるのはちょっと若いかなということで、まあ自分の体型に合ったサイズ感を選んでるということで、中がスウェットなど、多少こう肉厚なものを着ても、大丈夫なサイズ感にしてますということなので、どちらかというとこうサイズ感のね、こだわったということをおっしゃられてて、確かに男性らしいあのサイズ感ですよね。ちょっとゆったりした感じのシルエットと、あとはまあインナーと靴をちょっと色味合わせといて統一感持たせるというね、これも多分今まで紹介した中ではあんまない感じなんかな。さっきの方のミリタリー感ほど男臭さはないんやけども、かといってで、その最近若い子で流行ってる韓流的な韓流的な感じのトレンド感でもないというかね、まあちょっと中間ぐらい、ほんまに40前後の方が合わせるってなった時の、まあ、お手本みたいな感じなんでしょうね。ということで次に行きたいなと思います。で次の方はですね、176センチで、どっちかと好きなジャンルはきれいめ系らしいです。で、きれいめ系ということなんですけどもね、サイズは M サイズで着用してて、あと裸足でね、ご登場いただいたということで、本当にありがとうございます。多分急いでね、撮っていただいたと思うんですけども、後ろに扇風機が映ってたりだとか、あとドライヤーが下に置いているということで、ものすごい生活感を感じる形ではあるんですけども、確かにサイズ的には本当にジャストっていう感じですよね。いいサイズを選ばれているとは思うんですけども、やっぱり175を超えてきたら M なんかな多分ね。でこのサイズ感やったら多分パンツ今みたいな感じでもいけるし、太くなっても多分いけるし、細くなってもいけるってことで、まあ、靴はねさすがに履かんと外は無理ですけど、家の中はね、まあ、裸足でいいやろうということで、ソファーも手前には見えてますが、もしかしたらご家族の方がね、ソファー越しにこう座りながら撮ったんかなっていうのが想像がついたりするんですけども、ありがとうございました。そして次の方がですね、親子パターン、これも可愛いよということでね、ゾン。この方はね、レトロ X の、防風仕様ではないんですけども、襟がね、まあ、スタジャンとか MA1 みたいな感じになってるようなタイプのレトロ X で、子供もね、レトロ X 着てますということで、親子コーデってたまらないですよねっていう風に書いてるんですよ。まさにそうですね。これはめちゃくちゃええやんっていうことと、プラス、まあ、ここには出てないんですけど、奥さんもレトロ X を着てるらしいんですよね。で、それも、お子さんのモデルに近い方で着用してるということで、パッと見ただけでもう、あ、親子コーデやなっていうのが分かるようにしてるらしいんです。でさらにね、色味的にもね、こうハロウィンを意識して購入されたっていうことで、あ、確かにハロウィンっぽいなってイメージあるじゃないですか。ただね、ハロウィンって10月31日でしょ、暑いらしいんですね。この時期にフリースあんま着いひんでということで、せっかくハロウィン用として買ったのもええんやけども、なんかちょっと暑かったですということを言ってはったんで、それもね参考になります。ちなみにこれ女の子かな、首こうかしげてるのでこうやってピースしてるのか分からんけども、めちゃくちゃ可愛いやないかと。それはもうパパメロメロですよね。パッて
拡大してみたらね、お父さんの指にこう手繋いでるんやけども、手がちっちゃいからね、人差し指で全部埋まってるぐらいのね、まあ、こんな感じでこうやって手繋いでるような感じになってるから、そりゃもうパパもメロメロなるよねっていうことでね、レトロ X をね依頼したつもりやけど、家族のほっこりする写真を見せられたということで本当にありがとうございます。では次の方に行きたいなと思うんですが、次の方はね、ディズニーランドのディズニーコーデというところで、あのピンポイントで絞ってもらって、あ、それ面白いなということでね、見させていただきたいなと思うんですけども、今回ねこれ見ていただいているのが、写真がね複数枚あるんですが、これほんまにね、これ結構合わせとしては難しいんかなと僕個人的には思ってるんですよ。っていうのもね、ホワイト系にホワイトっていうね、微妙な色のコントラストと、あと素材感の違いをね出してるんやと思うんですけども、これむずいよねと。で、確かにハマりゃかっこええけども、なかなかねこの方やからもちろんハマってるとは思うんですけどもね、すごい合わせやなと思います。で、あのディズニーによく行くらしいんですけど、ディズニー内でね、あんまりアウトドアの服してる、ファッションしてる方って少ないじゃないですか。だから一応アウトドアメーカー着てるんやけども、それでもこう溶け込むように、ディズニーに溶け込めるようにということで、こういうちょっと明るめのコーディネートというかね、こう白白にしといて、インナーでね差し色でニュートープっていうか、ちょっと緑っぽいのピョンって入れたらしいんですけど、それだけやったらね、こう色がボケてくるじゃないですか。白となんか緑だけでボケてくるから、最後足元に黒のドクターマーチンでギュッて締めるっていう風に書いてあるんですけど、ドクターマーチンで1日ディズニーランドだったら疲れるんちゃいますかと思うじゃないですか。でもこれ疲れないんですよという風にコメントで書いていただいて、あ、なるほどな、そこまで考えられてんねんなっていうのもあるし、あとディズニーシーが思いっきり寒いらしいんですよね。僕行ったことないから分からんけど、寒いからやっぱりこういうレトロ X 着とったらいいんだけども、どうしてもこうアウトドアに寄りすぎる人って多いから、やっぱりディズニーの時はやっぱ女子でも受けれるようにっていうか、女子とも一緒に行けるようにっていうことで、こういったコーディネートというのがめちゃくちゃ参考になるんですけどもね、あの今回教えていただきましたということです。次の方こちらズドン。これもレトロ X 分からんやないかと、もう顔しか分からんやないかいと思うんですけどもね、あのこの方も一応書いてくれてて、あのちょっと自宅でね撮らせてもらって、しかも一人で撮ってるので、ね、こんなんしかないんですけども、よければ使ってくださいということでね、 ありがとうございますっていうのは先に言っとくんですけども、これ顔がメインやないかいということでね、あのレトロ X のなんかパタゴニアのマークも映ってないやないかいということなんですけども、あの分かりますよ、見たらレトロ X やなっていうのは分かるからね、 ありがとうございます。まあ中とかパンツはね黒でやってもらったかなと思うんですけど、とにかくもうこうでは分からん、こういう表情をして普段着てはるんやなっていうことが分かったからね、あ、レトロ X を着る人に悪い人はいてないなっていうのはこの写真から見て分かると思うんですけども、 ありがとうございました。僕の動画もねよく見ていただいてるっていうことなんでね、これからもよろしくお願いします。ちょっとあのいらんこと言ったけどもね、よろしくお願いしますということと、最後の方行きたいなと思います。最後の方こちらズドンということで、もう色味もめちゃくちゃ洒落てますよね。で、冬用のねサンダルを履いて、デニムにレトロ X のベスト、そしてまあトレーナーにチェックシャツということで、しっかりコーディネートで重ね着されていって、外見にね防風を着用しているというところなんですけども、まあこの方に関してはね、撮り方がうまいですよね。っていうのも、こう足まで綺麗に一人で写せるのって、あ、この角度なんやなと、僕も今まで撮ったことなかったけども、確かにこうやったら全部映るなっていうのを、僕はどうしてもそういう目線で見ちゃうんですけどね、あ、なるほど、こうやって撮るんかっていうのと、あ、微妙やねんやけど、シャツもちゃんと映るようになってるからね、ここまでちゃんと考えられてんねんなということでね、ありがとうございました。次の方こちらズドン。なんか過去にもウェアっていう、なんかアプリあるじゃないですか、コーディネートアプリみたいな、そこにもアカウント持ってはったっていうことなんで、一応それも下に動画説明欄に載せとくんですけども、多分コーデのねパターンが多分めちゃくちゃ豊富にあるんやと思います。っていうのもレトロ X もね、まあ、3種類今回送っていただいて、撮り方なんかもねめちゃくちゃちゃんと背景考えられてたりとか、色のバランス考えられてたり、あとカバーも見せやすくしてはったりとかっていうことで、身長ね160センチで、こちら41歳の方なんですけど、ジャケットのサイズもね S 着たり M 着たりってことで、その場によってこう変えてるんですよ。だからもうコーデって言ったら、この人の多分ウェアとかこうやり方見ていったらね、めちゃくちゃ学ぶこと多いと思うんですけど、それこそ1万円のやつとかやったら、こうカーキにちょっとまあちょっと茶色っていうかな、ブラウン系で、まあ秋っぽいイメージになってるから、ちょっとお出かけするやったらスニーカーやしね、行きやすいかなとかって思ったりするし、もうちょっとラフな感じでいいっていうんだったらね、次のスウェット履いた感じのねレトロ X のベストっていうのもね、あ、ちょっとその辺行くだけとか、ジム行く時とかやったらこんな感じなんかなとかって思ったりするし、で最後のねミリタリーパンツ履いてる時なんかはね、ちょっと車でドライブデートしようかなんて言ってる時はね、こうやってミリタリーのパンツやったらこう動きやすいしね、ずっと座ってても、ね、不快感なかったりするから、そんなもできるなっていうことで、もう全部をねこう考えられてやられてんやろうなと思うんですけども、このようにしてね皆さんのスナップをご紹介させていただきました。はい、それではですね、最後2人の方忘れてましたので申し訳ないです。2人の方追加でお話しさせてもらいます。まず1人の方、あ、最後の方めっちゃ可愛いんで最後まで見てくださいね。まず1人目の方っていうのがですね、こちら、夜の夜道のトンネルかな、ちょっと危ないぞ夜はね。はい、ということで、まあこの方25歳なんで大丈夫です。大人なんでね、襲われたりしないとは思いますが、L サイズをレトロ X 着用してるようです。この足のね、くるぶし出てるってことは、一応
コーデのポイントとしてはね、ちょっと寒い時にロンティーの上からサクッと、レトロ X 的な点々点っていうのが多分タイトルみたいで、まあ、ちょっと寒い時にね、上さって羽織るぐらいっていう感じなんで、まあ9月、10月の朝晩っていう感じかな。なんかそんなイメージで多分着てもらったと思うんですけども、いろいろね、このレトロ X だけじゃなくて、あのマンティス26とかね、マンティス2もね、買っちゃいましたよ、いうことは言ってくれてるんですけど、パッて見たらね、あの着用してるボディバッグはですね、おそらくこれマンティスではないんですよね。ディッキーズって思いっきり書いてるやつをね、着用した上でマンティス買いましたよという風に書いてるんで、ちょっとまあ若干矛盾は生じてて戸惑ったとこはあったんですけども、ありがとうございますというのがこちら、ラストじゃあ女性の方行きたいなと思います。しかも2人いてるんですよ、ズドンということで、こちらですね、4歳と6歳の女性の方です。コーデのポイントはですね、生まれた時からレトロ X 姉妹ということなんですが、残念ながらもうこの色っていうのがめちゃくちゃいいんですけど、もうサイズアウトしてなくなってるんですね。で、あの違うブランドで今探してるんですけども、なかなかいいのに出会えませんということで、超可愛いですよね、このお団子みたいな。これやっちゃったらもう反則ですよと。もうここ出しちゃったらもうお父ちゃんも仕事終わり直帰するよと。その変なとこの姉ちゃんの店に行かへんしね、もうすぐにこの子らに会いに行きたいしね。あのベンチがねピンクってことで、まあ、洋服と合わせたんかな。これあの観覧車コーデということでね、妹ちゃんの方はヘアゴムをピンクに合わせるのかな。でお姉ちゃんの方が黄色にしてるということで、よく似てるそっくりの姉妹なんですけどね、まあ、大きくなって美人になるんだろうなと思って見たせていただきました。本当にね、今回ご協力いただいたから本当ありがとうございました。あの次回はね、またバルトロとかマウンテンジャケットとか、まあ、そういうのでも募集しようと思ってますので、まあ、その際はね、あ、じゃあ今回俺出てみようかなとか、あとまあちょっと出るかどうか迷っててんけども、顔にモザイクしてくれねえやったら出たいなとかっていう方もいらっしゃると思うので、そんなまた言ってもらったらね、顔モザイクかけたりとかもいろいろしますので、またぜひご協力いただければなと思います。ということで本日はですね、レトロ X のスナップコーデを見てみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。